999です。本日の動画はこちらになっております。仮面ライダーゴーストゴーストガジェットシリーズ03バッドクロックの方をご紹介したいと思います。ではパッケージの方を見ていきましょう。では開けます。まずは説明書が入っております。そしてバッドクロック本体が1つだけ入ってます。こちらがバッドクロックガジェットモードとなります。では全体見ていきましょう。全体このようになっています。まさに置き時計がモチーフとなっておりますよね。そしてこちらに針がありますよね。これは動かすことができます。いわゆる時計遊びができますね。例えば針を12時に回したり、さらに短い針を動かして長い針を動かすことも可能となっております。そしてこのバッドクロックからついに音声が鳴るようになっております。どこに音声が対応されているのかと言いますと、後ろに電源スイッチがございます。そしてこちらにトリガーボタンがあるんですよね。そして真ん中にはスピーカーがございます。ではまずガジェットモードの状態での音声の方を確認していきたいと思います。電池はこちらにセットする場所があります。単4電池2本必要となります。電池の方はセットしてあります。では電源の方入れてみましょう。どんな音が鳴るでしょうか。いきます。おお、コウモリが羽ばたいたような音が鳴りましたね。では続いてガジェットモードの状態でトリガーのボタンを押すと音声が鳴り響きます。では行きます。おお、神秘的な音声が鳴りましたね。時計とコウモリの音がかなりミックスされたような音声となってます。ガジェットモードでのトリガーボタンの音声は1種類のみとなっております。では続いてアニマルモードに変形していきましょう。変形手順は簡単です。時計の針をまず左側に持っていってください。そしてこのままここの両サイド部分に上を持ち上げるように開いてみてくださいと。すると、はい、これでバッドクロックアニマルモードの完成です。では全体見てみましょう。全体このようになってます。まさに時計からコウモリに変形したような姿になりましたね。そして羽の後ろが時計になっているのもすごいモチーフ的には合っていますよね。素晴らしいです。ちなみにアニマルモードの状態でトリガーボタンを押しても、先ほどのガジェットモードの時と音声は全く一緒です。では続いてガンモードに変形していきたいと思います。現在アニマルモードなんですけども、ガジェットモードにする必要があります。ではまずコウモリの羽をこちらの左側ですね、左側から閉じてください。じゃないと閉じることができないのでご注意ください。はい、これでガジェットモードに戻りました。あとは簡単です。これを上側に立たせてこのように持たせます。これでもう自由になってるんですよね。あとはこちらの時計の上部分ありますよね、こちらを左にスライドさせます。すると、はい、これでガンモードの完成となります。もちろんこのガンモードの状態でも音声が変わります。こちらにトリガーボタンがありますよね。こちらを押すと音声が鳴り響きます。銃撃音声は全部で2種存在いたします。では行きます。そして必殺音声もあるんですよ。では必殺音声やっていきましょう。手順は簡単です。こちらの時計の部分を引き戻します。
引き戻した後に左側にスライドさせると待機音が鳴り響きます。待機音が鳴っている状態でトリガーボタンを押すと必殺音声となります。で開けます。時計と銃の音がすっごいマッチしていて、これはたまらないですね。かっこいいです。ちなみに銃モードの状態でこちらのコウモリの羽の部分、もちろん広げることが可能です。銃状態にするとこのような感じになります。まるでボウガンのようなデザインに見えますね。こちらの状態でも音声は全く同じです。必殺音声も全く一緒です。ではこちらのバットクロックとデラックスガンガンセーバーガンモードを使って合体状態ガンガンセーバーライフルモードを完成させていきましょう。ではまずこちらですね、ガンガンセーバーガンモードをお持ちください。こちらに突起部分ありますよね。こちらに溝部分がございます。あとはこちらの部分に沿って刺すだけです。では行きます。はい、これでライフルモードの完成です。とてつもなく長い武器になりました。そしてこちらのバットクロックの銃口部分が長くなりましたね。では音声の方を確認していきましょう。この状態でガンガンセーバーのトリガーボタンの方を押すと銃撃音声が鳴ります。全部で2種ございます。では行きます。そしてこちらのバットクロックの方のトリガーボタンも押せば銃撃音が鳴り響きます。こちらの銃撃音に関してはバットクロックガンモードの時と全く同じです。つまり両方押して銃撃音声を楽しむことができます。では必殺音声の方を確認しましょう。必殺音声の確認の仕方全く同じ手順でございます。こちらのガンガンセーバーのアイコンマークとデラックスゴーストドライバーの目を合わせます。すると必殺音声が鳴り響くという風になっていきます。では行きましょう。ちなみに必殺音声はガンガンセーバーの方から鳴る仕組みになってますので、こちらのバットクロックのトリガーボタンを押しても必殺音声は鳴り響きませんのでご注意ください。では実際にやってみましょう。そしてライフルモードを取り外すときなんですが、こちらに茶色い突起のボタンがありますよね。これを押し続けながら左にスライドさせれば取り外すことが可能です。そしてライフルモードで飛び出してしまった銃口部分は押せば元に戻る形となります。そしてガンガンハンドとバットクロックガンモード、こちら合体できるのかと言いますと、合体することができません。こちらの手先の部分ありますよね。またこれが邪魔して奥に入ることが完全にできないようになってますね。もちろんこちらのガンモードにしても手先が邪魔で入ることができません。
以上で仮面ライダーゴーストゴーストガジェットシリーズ03バッドクロックの方をご紹介いたしました。まさに置き時計からコウモリに変形し、さらに銃にも変形する、そしてまさかのゴーストガジェットシリーズ03からようやく音声対応が入りましたよね。とても素晴らしいゴーストガジェットだと思います。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画をお楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。